どうもしもです。今日は滋賀県に来ています。よいしょ。いやこいつ YBR125、 俺の持っとるバイクと同じバイクなんやけど、まあ、一応こいつ借り物で、で今修理に出しとるやけど、まあ、それが直ったっていうから YSP 滋賀さんにね、同じバイクを直してもらって、思ってたより早く直ったみたいで、まあいろいろ不備とかあったみたいなんですけど、まあそれも全部直してもらってありがとう、ありがとう滋賀さん。で今から取りに行くんですけど、まあ滋賀まで来たんでね、ガソリン半分使っちゃいました。でまあ返す時にはガソリン満タンにしなきゃいけないんで、とりあえずガソリン入れて、まあ、こっからすぐのとこなんでね、とりあえずガソリン入れてからまあバイクを、愛車を取りに行こうと思います。で今回このバイクでの録画っていう感じなんやけど、まあ、どんな風に撮れとるかっていうのは分からんよ。これあのイヤホンでね、ボイスレコーダーで声を録音して、でまたあと編集でつなげようかなって思っとるんやけど、この GoPro ね、初めてこのヘルメットにマウントしとんやけど、普通とはちょっと違うやり方でマウントしとるから、でも風の音しか拾わん。とりあえず行きます。今日ものすごく寒いです。こっち来る途中に雪がちょっとちらほら降っとったかな。でまた晴れてきたから、とりあえずよかったですね。ああ、確か力入らない。行きましょう。視界が曇っとる。もうすぐ危険。まあ見えんこと。400円ちょっと。420、いくらかな。3.29 リットル入れて。125cc ってそんなもんやね。なんで向いてんの俺。ISP 滋賀さんへ向かいましょう。右側あれか、ISPC がただいま。これまた1時間半ぐらいかな、2時間弱ぐらいかけて家帰るわけだけど、カメラの容量持たへんし、とりあえず家帰ります。日が暮れてきたらめっちゃ寒いから、安全運転で帰りましょう。波が降らんことを祈る。よし帰りますか。アクセルこっちの方が軽い。あとハンドルの幅かな、借りたやつよりもちょっと狭い感じ。どっちがいいんやろな。ガソリンスタンドないかな。ガソリンやばいよなこれ。よし出発しましょう。俺の愛車はアクセルが軽い。パワーがあるかどうかって言われたらそうじゃないんやけど、このバイクの方がアクセルがふーんってスイーッといきやすい。でまあ俺のバイクにはこのスマホホルダーがあるから、充電はもう充電できる機能はなくなってしまったけど、あとシーソーペダルな、気に入りやで、俺の気に入りやで、このシーソーペダルは。
ブレーキの効きが非常に良い。おい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 、マジック。天気ちょっと良くなっていたかな。向こうの方曇っとるけど、借り取ったバイク同じバイクのはずやのに、俺のバイクの方が軽く感じるのはなぜや。逆輸入車やからか。まあそのせいで修理に手こずったんやけどな、お前。本当に知らんかったわ。このバイク譲り物で母親のお友達から譲ってもらったんですけど、まあすごい乗り心地も良くてね、いいバイクやなと思ってしばらく使ってたわけですよ。でまあアメリカ行くじゃないですか。まあバイク置いていくじゃないですか、1年間ほど。でまあ整備不良って感じになるのかな。まあそうやろな。まあそのおかげでガソリンが腐ったり、どっかライトの不備とかも出てくるわけですよ。バッテリーを抜いとったんやけど、まあ、その他の部分は全然詳しくなかったから、まあ、俺の未熟さのせいでこのバイクを使えないものにもう少しでなるとこだったんですけど、 YSP 滋賀さん、まあ、購入店になるんですけど、 YSP 滋賀さんのおかげでなんとか再び道路に走り出すことができました。ありがとうございます。まあ、とは無事に家に帰るだけ。でも今回の重大点としては鍵がないっていう、あのアメリカからね帰ってきてから鍵が見つからないっていう事件が起きまして、結局見つからないんですけども、まあそれが一番の原因ですね。そのおかげでどこか悪いのかもわからない、エンジンがかからないから。今後もこの YBR でしばらくツーリングとか行ったりして、まあライダーライフを送っていきたいと思っております。まあ、乗り換える予定とか全然ないんでね。まあ250、400にも憧れはありますけど、見るものもない、何もない、もうトトロの降りそうな森。前の車に追いついちゃった。でまた今度ツーリングに行ったり、まあ、このバイクでどこか出かけたりすることがあるならば、またねこうやって動画出していきたいと思います。どこで動画切ればいいか全然わからんねやけども、まあ、帰りに何かあればそれを載せていきたいと思いますけど、まあ、なければこれで終わりということで、この動画を見てくださってるかどうかは分かりませんが、またリュウちゃんライダーさんとツーリング一緒に行きたいと思っておりますので、よろしくお願いします。お願いします。先輩ライダーなんで、はやぶさ手にしたらしいですけども、僕はまだ目にもしてない、動画で拝見させていただいただけなので、また一緒に走りたいなと思っております。こんなところでなんですが、よろしくお願いします。多分エンジン音より声の方が大きいからちゃんと入っとると思うんやけど、でまあ喋ってない。うおい先輩ライダーさん、それ危ないですよ。あんなナンバー上げちゃって本当に。